明日の東京は気温が上がり蒸し暑く感じられそうです。吉野さん、はい、明日の日中東京はムシムシしそうですか？そうですね、うん、今日もちょっとムシムシとした体感はあったんですけれども、はい、明日は日差しが届くこともあってそれ以上に気温が上がりそうです。明日の天気図を見ていきますと、明日は寒冷前線が本州付近に通過するという予想になっております。この寒冷前線の南側というのは南からの風が吹き込むということで、この南風が吹いている間は気温が上がりやすい傾向となります。また上空の温度850ヘクトパスカル、1500メートル付近の温度を見ますとプラス15度以上、晴れれば30度を超えるような暖かな空気に覆われておりまして、特に関東付近にはプラス18度以上という、ね、非常に暖かな空気が広がる予想ということになっております。こういった状況ですけれども、日中にかけて前線が南下するとともに、だんだんと暖かな空気は南に退くんですけれども、はい、関東は最も遅い時間まで、南寄りの風が残るということもありまして、この18度以上の空気に覆われることで気温が上がりやすいということになります。明日の気温を見ていきますと、東京都心明日の朝くらいまではまだ雨の残る可能性があるということで、気温の上昇というのは鈍いんですけれども、昼間日差しが届くとともに気温がぐっと上がりまして、午後お昼過ぎですね、この辺りでは30度まで上がる予想となっております。はい、東京で、この時期に真夏日になれば過去最も遅い記録を更新するということで、まさに季節外れの暑さということになりそうです。今日は23度ぐらいしかありませんでしたけれども、明日はこれより大幅に高く、平年に比べると10度近く高い気温ということになりますので、明日の関東、特に東京などは暑さ対策が必要。昼間は、ね、冷房があってもいいくらいの陽気ということになりますので、外出予定されている方は暑さ対策しっかりと行うようにしてください。はい、服装で上手に調節を行ってお過ごしください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。